目黒蓮&佐野優とトリリオンゲーム最大の敵役に国村淳武在照之助が金曜ドラマ初レギュラー出演。目黒蓮、スノーマンと佐野優とが共演する7月スタートの TBS 系金曜ドラマ枠トリリオンゲーム毎週金曜夜10時に国村淳と武在照之助が出演することが発表された。国村が目黒演じる主人公、春の前に立ちはだかる最大の敵役を務め、竹財は春たちを敵視する癖強キャラクター役で初めてレギュラーキャストとして金曜ドラマに出演する。本作は、世界一のわがまま男と真面目で不器用なエンジニアのコンビが、1兆ドル、トリリオンダラーを稼ぐため、ゼロからの起業に挑むノンストップエンターテインメント。原作は、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の稲垣理一郎、原作、池上良一、作画による同名漫画。目黒が類稀なるコミュニケーション能力を持つ天性の人たらし、天王寺陽、春を、佐野が引っ込み思案だが優れたプログラミングスキルを持つ相棒、平岳、岳を演じる。